和紙下町さんが出たの源さんです。稲だ、米屋の前に稲があるので、まあ観賞用だったりなんか育ててみようかな的なことかね。実はこの稲を使ってちょっといろいろやろうかと思ってるのだ。うん、今すぐはちょっとなんだけど、いいか、この稲ちょっともらえますかってもらえばいいんだ。うん、乞うご期待。なんか下町探偵団なんで下町のために使えるようなことができればいいかなーなんて思っております。で、一人目はわらしべを何かに取っ替えてくれる人なんで、とりあえずそのわらしべをもらっちゃいました。だからここはね、一人目とか0人目だねということでキョロキョロしてますが、三河屋の看板娘萌えちゃんです。マスク取る嫌だ。始まってるんですか。タラーっと流してタラーっと終わります。恥ずかしそうなんで、とりあえずこんな方ですって紹介だけで、なんかね、なんかいい子。どうもありがとうございます。はい、じゃあいただいた藁を元に大金持ちになります。以上です、ありがとうございました。ということで、今日は0回目なんで、次回から1回目、2回目、3回目と増えていきます。どこまで大きくなれるかね。楽しいことができて、なんかいろんなも人のためになれるようなことができて、お金持ちになれるといいね。じゃあそういうことで、今日はこれで、おしまい。これでいいのだ。